皆さんこんにちは。プリンコ劇場代表の平松です。今日までですね、クラウドファンディングをはじめ、たくさんの方々からご支援をいただいております。誠にありがとうございます。今日はですね、夏に行われる新作クローゼット Q についてお話をしたいと思います。出演者の2人を交えてインタビュー形式で送りたいと思いますので、皆様最後までご覧ください。それでは今日はどうもよろしくお願いします。まずお二人にですね、お名前と、どんな役かをお尋ねしたいんですけど。はい、高島恵里です。クローゼット Q では新井玲奈という役をやります。よろしくお願いします。はい、劇団の鹿児島恵里子と申します。クローゼット Q では主人公の母親役と労働者、それから避難民といくつもの役をやります。よろしくお願いいたします。今回原作がなくて、京都の下鴨社奏という劇団の、作家演出家の田辺さんに書いていただいていると思うんですけども、話をこう依頼した時の経緯とか、お話の内容とかってどんな風になってますか？非常に話せば長くなるんですけれども主に 10代半ばからその20歳までの青少年に向けてのお話というのを依頼をしました。それで、いくつかこう原作も読んでいただいたんですけども、ぴったりくるのがなくて、でも主人公は何かにこう戸惑って、他者との関係を拒んでいるという設定がいいであろうと、引きこもりって言ってしまうとね、一言で言ってしまうとあれなんですけども、こう引きこもっている、主人公が外に出ていくお話にした。でも非常にザクッとしているので、その間にはそのいろいろなその立場、年齢、性格の人と出会って、そしてこうだんだんと自分というのはどういう人間であるかとか、それから自分の願いは何かということをこう探していくというお話にしたいなというお願いをしました。では最後にこの公演なんですけども、公演日はいつでしょうか？はい、公演日は、ウリンコ劇場での公演が8月27日の木曜日から8月30日の日曜日までになってます。でもう一つ、長野県の上田市サントミューゼというところで9月22日に上演する予定です。これはあれなんですよね、このコロナの影響で、客席数が非常に少なくて、はい、一部というかかなり満席の回が出てるっていうことで、はい、ウリンコとしては初めての試みなんですけども、はい、通常は生で見ていただいているんですけども、初めての試みとして動画配信でご覧いただこうというふうに思っております。7月の20日からこの申し込みができまして、配信日は9月の15日からになっています。ぜひぜひ動画上で見た上でまた劇場に来ていただければと思っております。それで今、映像配信の前段階で今作ってる状態なんですけど、メイキング動画が YouTube に上がってます。メイキングオブクローゼット Q というタイトルで、ウリンコの公式 YouTube から見ることができますので、それを見てワクワクをね、高めていただければいいなと思います。いろいろな謎がね、されてて、より謎が深まってみたいなっていう、私たちが言ってたその動く美術の片鱗もちょっと見られるかなと思うので、はい、リターンの中に今日紹介したクローゼット Q もご視聴いただける配信コースもご用意いたしました。こちらもぜひご利用いただけたらと思っております。引き続きご支援のほどよろしくお願いします。